皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もフォールアウト4遊んでいきましょう。さあ今回のクエストはフォームランクスかな。インスティチュートについてガービーちゃんと話していく。でね、これがどうもミニッツメンの派閥クエストっぽいね。これを進めていけばミニッツメンのエンディングが見れるはず。決まった、インスティチュートは敵だ。その日が来ると分かってたよ。ではこれから奴らにどうやって立ち向かうかを考えようか。決まったの？どうしようかね。どう思う？どうすればいいと思う？運が良ければあんたが連中のコンピューターからせしめたデータをスタージェスが活用してくれるだろう。スタージェスが仕事をしてる間、こっちは戦力の補強に集中しよう。中途半端はダメだ。次に攻撃を仕掛けるときは全てを終わらせるつもりでやらなければ。救助を求める居住地があればまた知らせよう。ひとまず困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい。それこそが俺たちの大義だ。あ、そうなんだ。これとりあえず居住地を増やしていかないとダメなんだね。なるほどね、わかりました。となったらちょっと居住地を増やしていくか。多分ね、このセーブデータだとあのグレーガーデン、あれとかまだやってないんだよな。なるほどね、了解です。やっていきましょう。さあグレーガーデンを拠点にしまして戻ってまいりました。ちょっと待ってね、起動していく。まずは起動していく。で、ラッドアウェイ、よし。でですね、今のミッションの状態がこんな感じ。ディフェンザキャッスル。インスティチュートはこちらが力を蓄える前にキャッスルを攻撃してミニッツメンを壊滅させようとしている。手遅れになる前にキャッスルの防衛に協力しなくてはならないというクエストで、キャッスルに来て、このばあちゃんか、久しぶりだな。大砲のばあちゃん。将軍、間に合ったね。新人ミニッツメンの力量を今から試してみるところだ。インスティチュートのカラスは大勢で何かを嗅ぎ回って、おそらく近々攻撃を仕掛けてくる。勇士を募ったから兵力は足りている。新米たちが本物の戦場でどれだけやれるか見極めよう。守りは多分大丈夫。でも一通りざっと調べて、どこか弱いところがあったら補強してくれるか。こちらラジオフリーダム、キャッスルからの緊急報告。で、そしたらキャッスルを守っていく。これね、あの敵の波状攻撃、ウェーブですね。ウェーブが来るっぽい。しかもちょうどこの悪天候、どっちから来るかな。ちょっと待ってね、もう始まってるっぽいなこれ。でね、今回クライオレーターだったり、あとぬかランチャー、これ持ってきました。冷凍銃ね。敵どっから来るんでしょうね。どっちだ、キャッスルを守る。ん、それは敵。あ、これ敵なんだ。人造人間のパトローラー、ホールかな。あんま聞いてないね。ちょっと、もうここありったけの弾丸をぶっ込んでいく。待って、フラグはやばい。危ない。ん、やったね、こいつ。人造人間のオンパレードか。キャンセル守る 10%、 これ守った 10% ってことは10分の1の敵を排除したという認識でよろしいでしょうか。インスティチュートのコースターがいる。どこだよ、どこにいんの。あんなか、海の中に入ったっぽいな。どこにいんだよこいつか。透明化してたのか。次のウェーブかな。待って、あっちが騒がしい。これで 10% ということはまあ10倍ぐらい来んのかな。こっちも多いな。こっちでフラグ。でね、このタワーマーのボディに
そう、投薬ポンプを持ってるのでダメージをある程度食らったら勝手に回復してくれます。これはうまい。どこだ、そっち。こういう微妙な距離難しいな。まだもうちょっと温存した方がいいか。あ、落ちちゃった。あ、結構硬いねショットガン。いくぞー、ガービーちゃんにいいところ見せるんだい。これ怖いね、この腕をもがれつつも向かってくるこの感じ。何をするの、向かってきて何をするの。肩で叩くみたい。地弾張りの頭突きを見せるのかと思いきや、次これいいですね。もう食らってもガンガンに突っ込んでいける。スティンパックだと100、200個ぐらいあんだもん。あ、水が、貴重な水源が。あれ、もう 50%？ 統計的に言うと、お前は生き残る。ありえない。なんだ？何ものすごい眩しいの。あ、すいません、あれガビちゃんか。ここら辺にいるっぽいんだよな。そっか。クライオレーター、冷凍銃。これ。あんまり効いてない。ぬからんちゃ行きましょう。あいつは強いわ。いや、そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、あ、透明化されているから、あれなのか。まあ、丸ごと焼けばいいでしょう。そっからできた。リロード、遅いこれ。リロード超遅い。ショットガンで、よし。次はどっちが来る、どっちだ。お、オーサーがいる。あ、こいつか、こいつ硬いね、オーサーちゃんね。もうリンチされすぎ。このプレデターみたいなこいつ憎たらしいな。次キャッスル 70% 防衛したのかな、それともダメージがやばいのか。こいつなんとかしようぜみんな。リロディン、そしたら次の方どこだ。結構硬いんだよねこれ。こいつにはぬかランチャーバッツでドン。ほい、当たれ。当たった、あんまり食らってないよね。なんで、なぜだ、なぜですか。硬いのかな、硬いなこいつ。多すぎないこれ。これアーマー着てこないで戦ったら死んでましたね。無駄打ちとかもそういう次元の話ではない。次俺がおとりになる。どこ、また透明な交差がいるわ。ちょっとなんかお前ホールドしろこいつを。そうだそうだ、ナイスです。ジャンマンも、そこ、ほい。
もうみんな死ねばいいよ、もう。大丈夫、彼はあのおじさんを何回でも蘇る。もうめちゃくちゃで、お、守ったっぽいぞ。いや、まだいるわ。そいつはぬかぐれ。ほい、もう一発。こっちも強くない？交差。あ、逃げてった。ずるいな。逃がすかボケ、逃がすかボケ。よし、そっちはなんかずーっとタタタタって言うと何？なんだ、音源がわからない。まあいいや。これでインスティチュートもミニツメンと争うのをためらうようになった。あのネズミたちにどうやって反撃するのか考えてるんだ。早くアイデアを浮かべてるんだ。今度はもう片方の足で蹴っ飛ばしてやりたい。そうだな。プレストンが話があるんだ。きっといいニュース。そしたらお次はガビちゃん。ガビちゃん、生きていたか。大丈夫か？何が必要なんだ？話す。インスティチュートに反撃を仕掛ける時だ。いい知らせがあるんだ。スタージェスがインスティチュートに侵入する方法を見つけた。ゴーサインを出してくれればいつでも攻撃を開始できる。これがおそらく最終作戦かな。攻撃準備完了。待って。よし、スタージェスから詳細を聞く間にミニッツメンに攻撃準備をさせてくれ。了解。そしたらクエスト、これですね。ザ・ニュークリアオプション。スタージェスと話す。スタージェスさんは一番最初のサンクチュアリー向かっていきましょう。ここね。スタージェス。いやーボス、寄ってくれるといいなと思ってた。インスティチュートに入る方法を見つけたよ。ホロテープに何が？ホロテープにはどんな記録が？君が盗んだデータの一つはインスティチュートの施設全体の見取り図だった。以前 CIT の一部だった古いセクションも含めてね。彼らはまだ川に流れる水道管を使っていることが分かったんだ。リアクターに使う冷却水を取り込むためにね。入り口は水中で防犯格子で遮られている。それからパイプ全域に高放射線危険と書かれている。しかし他の方法は見つけられなかった。だからこれか何もなしかなんだ。まあスーツを着てるんで大丈夫でしょう。防犯格子はどうする？防犯格子はどうやって通り抜けるんだ？大丈夫、格子が開くはずのコードを見つけた。だからあとは生き残りさえ。開くはず。侵入したらすぐにメイン中継コントロールにアクセスしてこのホロテープを使い全員をインスティチュートにテレポートさせてくれ。了解です。そしたらまずはインスティチュートに入っていく。ワープ、ワープではなくて、こっちか。 CIT の廃墟。そんでどっち？どうもこっちの扉の中っぽいぞ。合ってるよね。ん？ちょっと待ってね。インスティチュートに入る。こっちって書いてあるんだけど、こっちでいいの？え、どうやって？これではない。そっちだよね。どうもこっちっぽいんだけども、だんだん近づいてる。あ、そっちか。これ邪魔だな。そっち側に行きたい。
レイダーちゃんたちがいるっぽい。そっちだね。どこだ？近いぞ。あそこか。この中から入ってこれか。公共事業メンテナンスエリア。そうだね、確かに地下にあるとはいえ排水とかの設備は必要だもんね。上下水道。よいしょ。キーパッド、そしたら中継局を作動させる。多分これ開けんのかな。やった、1個目。さあこれでマグネットロックが解除。アイテムはね、まあほぼほぼいらないかな。セーブデータも複数個作っちゃってるんで。あれ、いやこっち道ではないな。こっちではない。ね、ドアがあるんだね。どうやってそっちに行くか。こっちか。ラッド X 飲んで体勢つけて、こっちかな。あ、そうっぽいね。どう落ちた。ザッパーン落ちてそっちか。あれ、待って待って、なんで死んだ。今全く HP 見てなかったんですけど、なんで死んだ。どっから、しかもこれ、あ、こっからなんだ。あれ、今なんで死んだんすかね。後ですいません、ちょっと動画をね編集する段階でチェックしてみますけど、なんで死んだ。ライフそんなに減ってたかな。さっきのなんだ。一応ここでセーブして、公共事業メンテナンスエリア。あ、あれ強いわ。なるほどね、強いんだ。ちょっと待ってね。ただ防御力こんだけあってあんな強いの、マジか。今までで最強クラスのタレットじゃない、あれ。めちゃくちゃ一発が重いんだけど、何あれ。てか 5.56、 もうちょい弾買っときゃよかったな。これが一番使えるんですよね。なんだこれ。でそっち。こっちか。ハッチ、ハッチポッチステーション。セメント袋、これはいらない。フュージョンコアもないね。5.56 の弾だけ欲しい。まあ、そんな都合よく落ちてないわな。そしたらそっちか。スティンパックだけ回収しておこうかな。いいね。で、まだまだ続く。
待って、なんかいる。モールラットか。文字通りドブネズミ。お次はそっちか。巣穴じゃないかな、あれ。違うのか。なんだこいつ。たまたま生きていたグールだった。グールもいいのか。ショットガンは弾約200発。こいつは痛えぞ。でこっち、あ、光し物だ。腐敗した光し物。やれる。よしと。待って、どっから来た。もういないね。ミニッツメンのクエストはおそらく、まあ、さっきのあの防衛戦ウェーブと、あとここですかね。一番きついのが。まだまだ続くよハム太郎。あ、待って、いや、ちょっと今セーブしようと思ったんだけど死んでしまった。これほんと申し訳ない。ここにタレットか。これえぐいわ。このレーザーえぐすぎ。何これ。てかあれだけ火力高すぎない？どうなってんのこれ。あれだけ火力が異様に高いんだけど。待って、怖い。確かそこを曲がったあたりにあった。あ、あった。危ない。あれか。あ、待って、当たってる。よし。いや、回復、自動回復が追いつかないほどのタレット。えぐいな。セーブして、進んでいきましょう。生による疲労骨折、応急処置での回復は見込めません。直ちにここを去ることを推奨します。人造人間。ここに入っていけば OK？ これはハッキングできない。エキスパート。入れない。あ、また、そこに見えたもん。待って、当たってないのおかしいだろ。なんかね、ノーダメージになる時あんだよね。すごい不思議。この辺りフュージョンコアありそうなんだけど。アイテム類はまあ取っても、またあのレールロードのクエストを進めるときにあんまり意味がなくなってしまうんで、ちょっとね素通りしていくことをお許しください。フラグ、こっちはなんだ、死んだエレベーターに弾薬箱。どっちだ、広いな。怖えよ。生き残ることはありえません。金庫。やった。どうやらターゲットは消えたみたいですね。そしたらこっちか。さっきね、このゲームで初めて1回目フリーズしましたね。っていうかゲームが落ちちゃった。
なんだ？待って、そのマジやめて。危ねえ。いや、これタレットだけエグすぎるでしょう。なんだろうな、これなんでこんなに強いんだろう。んーでね、そしたらこっちか。ここには誰もいない。で、こっちだね。弾薬は一応弾薬だけ 5.56 は美味しい。あれは一番求めている弾薬。他にはないね。行きましょう。これはなんだ。インタラクトはできない。そっちにも扉。ただ目的地はそっちっぽい。ここね、さっきそこから覗けるところね、やっておきました。そっちだな。こう降りて、で、そっちか。タレットがあってもいいようにセーブして、近い。よし、おそらくここはインスティチュート。